マイケル・グリーンは、アメリカ合衆国のテレビ、映画、コミックの脚本家である。ユダヤ系の家庭に生まれ、ニューヨーク州ママロネックで育つ。1990年代後半より、テレビシリーズの脚本家として活動しており、エバー・ウッド・ハルカナル、コロラド、ヤング・スーパーマン、セックス・アンド・ザ・シティなどのエピソードを手掛けた。2007年には、ヒーローズの脚本、プロデュースを務めたことにより、 エミー賞や全米脚本家組合い賞にノミネートされた。2017年には、ジェームズ・マンゴールドのローガン、ローガン、リドリー・スコットのエイリアン、コベナント、ドゥニビル・ヌーブのブレード・ランナー2049、ケネス・ブラナーのオリエント急行殺人事件と脚本映画が4本公開される。また同年には、ニール・ゲーマンの同名小説を原作とし、ブライアン・フラーと共に、 脚本、制作葬式を務めたテレビシリーズアメリカンゴッズの放送が始まった。グリーンが初めてコミックの脚本を手掛けたのは DC コミックスのバットマン、ラバーアッツマットメンであった。その後グリーンは月刊誌スーパーマン、バットマンの第44号からライターに就任した。直後からマイク・ジョンソンが共調者となり、二人は 第63号まで担当を続けた。グリーンとジョンソンは2011年にリランチされたスーパーガールでも共同した。ありがとうございます。